やはり遅れた、すまないごめんなさい。あ、待って、やばい、今充電してるんだけどさ、なんか充電器壊れててさ、今 23% なのね。 20% になったらさ、いちいち連絡来るからさ、充電器ってすぐ壊れん？使い方が悪いのかな。まあこれお姉ちゃんのだけど。あれ？充電できなくなっちゃった。じゃあ一回止まると思っててください。ちょっと待って。ん？あれ？充電できなくなっちゃった。できないです、充電が。まあしょうがないか、1回止まります。いや多分2回止まります。でも 23% あったらさ、1時間は耐えれるよね。私18時に終わりますよ。ちょっとね、髪を変えたいの。というか一回取ったというか、髪ツインお団子してたんですけど、一回取りました。だから結んでく、まず三つ編み。1時間厳しい？もう 22% だ。あと 2% でリーナの、ん？リーナが一瞬時間停止します。空間がね、一回止まります。 20% になったら。珍しくない？17時からの配信。昨日そんな寝たの遅くない？あ、遅いわ。あ、遅いわ。いや、遅くないのにっていう話をしようとしたら、いや、遅かったわ。遅かったというかね、昨日なんか、リビングでそのまま寝ちゃって。リビングでゆっくりしてたら、リビングでそのまま寝ちゃって、で、なんか、なんだっけな、リビングでそのまま寝ちゃって、で、2時半とかに起きたのね、はって思って。起きて、あ、やばい、リビングで寝てたってなって、部屋に戻りました。だからね、一回起きちゃったからそんなに寝れてないんだよね、多分って感じですね。昨日ね、とんだ大失態を犯したんですよ私。何だと思います？昨日寝る時にとんだ大失態を犯してしまったんですよ実は。何だと思いますか？帰ってきた。お庭こんばんは、音符ありがとう。ちょっと結構これね、意外とむずいんですよ。うまい、うまい、うまい、おお、うまいんじゃないこれ。ツインお団子のさ、欠点が一つだけあるんだけどさ、前から全然見えないっていう欠点ね。だから自撮りしてもね、結構わかんないんだよね。
なんか、え、あ、結んでたんだみたいな、一つ結びなんか後ろでくくってるだけのようにしか見えないっていう感じで、おー、いい感じですね。でもほら、まだ見えないっしょ隠れちゃうんですよ。今日も可愛いですね、ありがとう。お兄さん、こんにちは。え、まだこんにちは、もしかしてドアップも可愛い、ありがとう。聞きにします。リーナとバブルしてて楽しすぎる、よかった。え、めっちゃ楽しんでるよリーナリーナバブルめっちゃ楽しんでる。どのメンバーよりも送ってんじゃないってぐらいね、めっちゃ楽しんでます。新しいことするの楽しいなって思って、なんか LINE みたいな感じ、みんなと LINE してますみんなと LINE してますって言えるアプリがバブルです。本当になんか SK メールとかだとさ、一回審査が入んのね、このメール大丈夫ですかみたいな。だからね、みんなに送られるのはね、結構1時間後だったりとかして、今すぐ伝えたいのに1時間後とかなんですよね。まあでもすごい安心できるんですけど、逆にね。でもバブルはもうそのまま送られます。だからね、すぐ送られるんですよみんなに。だからすぐ伝えたいこと、だからさっきもね送ったよさっきも今から配信するねって送りました。でもそれをメールで送ると、この時が来ましたね、20分、あ、そうそう、 20%、 え、やばくない？え、11分で 2% しか減ってないのか。大丈夫大丈夫大丈夫、今 20% ですそう、私の配信多分ね、あともう一回止まります。 10% っていう報告で、あと一回止まります。え、他のメンバー止まんないのかな、リーナだけなのかな、これ止まったの。アプリのなんちゃらっていうのを編集してるな、バブルねリーナ最近ブーブル、最初ブーブルだと思っててさ、なんかみんなに同期とかでさ、ブーブルやったみたいな言うけどさ、バブルらしい、あれ。え、本当にバブルなのかな、リーナはブーブルだと思ってるけど、帰国子女なんですけどね。え、うまい、え、めっちゃうまいんだけど、うまい。風船ありがとう、お花ありがとう、こんにちは。リーナもね、リビング寝ちゃうぜなんだね。え、ごくまれにですよ、本当にごくまれに寝ちゃったりします。あ、やばい、あ、待って待って、ちゃんと止まってなかった。わあわあ、全部崩壊タイムです、やり直し。ハートありがとう、音符ハートありがとう。おねしょ、違いますよ、もうちょっと可愛くないけど、全然可愛くないけど、やらかしです目覚ましセットするの忘れた。いや、今日は別に早く起きる必要がなかったので大丈夫でした。まあ、目覚ましはしてないんですけど、別に意図的にしてなかったです。顔かわいいね、ありがとう。器用に髪型するね、でしょ、頑張ってます。娘のリーナちゃんかわいいね、かわいいですか、ありがとうございます。あれ、なんかさ、ピンがさ、なんかちっちゃいピンしかないんだけど、誰かリナのピン持ってますか。横向けば見えるから大丈夫、大丈夫ね。ツインお団子を斜め後ろから撮ってもらうのが良さそう。え、前から撮ってよ前から撮ってよ、今頑張ってる、苦戦中。はい、はい、いい
のではないか。ここでがっちり固定をしていきます。え、なんか全然固定できてないんだけどさ、何事？え、待って、めっちゃ下手。こっちめっちゃ下手だ。あ、あ、固定できた。いけました。久しぶり久しぶり。ねえ、サイン書かせてよ。サイン書かせてほしかった。すっごく明るいけどね、外。夏だから。冬だったらさ、こんばんはじゃない。ブーブル返信本人なの？え、本人だよ。あ、ブーブルって言っちゃった、またバブルね。え、本人だよ。誰が打ってると思ってたの？もし違う人が打ってると思ってた？マジか。リーちゃんバブル楽しいのねめっちゃ楽しんでるよ。バブルリーちゃんだけ。おお、オンリーワンってことですね。背景変えれるんだね。そう、変えれるから、プロフィールの背景もバブルの背景も、あの生誕デスクディスク生誕ディスクにした。いい写真でしょ。びっくりドンキ行きましたか？行ってないですよ。こっちからの返信はまとめて表示される。え、そうだよ、みんなちゃんとね返信できてるよ。 LINE なのにちゃんとした返信は来てないよな。え、え、どういうことどういうことどういうこと。あ、返信本人ってどういうこと。返信リナは本人で送ってるよ。どういうことだ。やばい、あと 18% しかない。マイクありがとう。え、ブーブルだと思わん？だってユーだよ、ユー。ハートありがとう。ミヤちゃんはいつもバブってて可愛いよ。嬉しい嬉しいですね。たまに泊まるメンバーいるけど充電なのか電波なのか不明。あ、こんなお知らせする系はリーナだけお知らせ系はリーナだけか。バブルと読むのね。そう、そうらしい。オッケー、ブーブル。ちょっと違うねえ、待ってください、お団子。そうだよ、ツインテールのお団子。めっちゃさ、なんか足みたいなんて言ってるバブルの返信って誰からの返信か分かるの？分かるよ、ちゃんとねニックネーム書いてある。バブル1秒だけの音声聞きました。え、リナ2つ音声送った。でも多分ね、登録する前のやつ見れないんだよね。その洋服夏って感じで可愛い。あ、本当？これ下はね、なんかワンピースだよ。イエイ。え、音声一緒リナは音声撮るたびに誰もいないとこに行って一人でやってる。ちょっとさ、なんか音声撮ってんの聞かれるの恥ずかしいからさ、洗面所とかなんかもうやっぱさ、家がにぎやかだからさ、本当にみんなうるさいのね。このままの三つ編みをめちゃくちゃ可愛くて好きありがとう。公園とかもろもろ行けるの先になりそうだけど、動いてるリーナ見れて涙止まらん。大好きありがとう。大好きだよ、あなたのこと。24時間考えてるってことですか長すぎね。愛知県にディズニーみたいな遊園地
ディズニーはないよディズニーはないから絶対に期待はしない方がいい。愛知はご飯を食べてほしいかな、リーナ的。でも遊園地はね、あれかな、一番大きい遊園地はあれじゃない、あでも2つあるか、シートレインランドみたいな、シーなんとかランドみたいなのと、レゴランドが割と有名じゃない、愛知の遊園地で行ったら。まあでも遊園地以上に楽しめるのはやっぱ劇場ですかね。劇場おすすめします。何これ、バブリーリナは足メシ引き連れたボディコン娘な、なんだなんだ、バブル文字数制限厳しい。あ、そうなの、知らなかった、あるんだ文字数制限なんて。みんな LINE みたいな感じで送ってるからさ、めっちゃ短いのね一文一文が。え、でもそんな、ん、そんな厳しいっけ。音符ありがとう。お風呂入り忘れた。あ、正解、嫌すぎ正解、正解です。お風呂入りすぎたのと、メイクを落とし忘れたというのと、もう一つがもうね、世紀の大失態。もう一つはあれです、コンタクトを取り忘れたっていう、もう本当にもう自分を1時間説教したくなるぐらい、本当にこれは世紀の大失態でしたね。本当にもう気づいた瞬間もう飛び起きてすぐ外しました充血とかしてなかったからよかった、本当に本当に危なかった。こんなイベントありがとうね、名前呼ばれるのがこんなにも嬉しいなんてよかった、来年もお楽しみに。参加ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いっぱい書きます。バブルがちゃんと言えないリーちゃん、バブイ、あ、バブル、バブルだけにありがとう。バブバブリーちゃんと覚えれば大丈夫だ、確かに。バブリーナ、バブルールーナ、バブル、おお似てるね。あの手のアプリは AI が編集するのもあったりなかったり、あ、そういうことね。あ、 AI、え、全部リーナ自分で打ってるよ、うん、おはよう、おはようってあの音声も全部リーナのです。サイン買いたかったよ、大雨で近況報告するね、買えなかった理由書く、うん、ありがとうね。あ、でも嬉しい、忘れられてるかと思ってたありがとう。755みたいな感じ。755って何ですか。髪ほどいてって言われちゃった、やだよ、結んだもん。こちら側の返信に対して返信できるのか、え、できないと思う、多分できないと思います、きっと。 U はあって読むでしょ、まあ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 、アンダーとかね言うけども言うけども。オンラインサイン会、サイン後から書く。サインはねちゃんと書いたよ、あの裏面メッセージとか書きたい人は後から書いてもいいよみたいなやつです。500日経つと500文字まで打てるらしいが、かなり先の話。え、今何文字まで打てるの。頭の上でもお団子はしない系。え、したことあるよ、ここでお団子ツアーでしました。音声聞きそびれた、あ、遅かったんだちょっとお休みとか送ろっかな、挨拶送ります、私メッセージボイス。10時20には登録したけどボイス一つしかなかった。
多分ねもう10時4分とかに送ったと思う。ボイスもうすぐ送りましたよ。なんかみんな見れるもんだと思ってたからそしたら意外とねみんな登録遅くて最悪ね。ありがとうございます登録。嬉しい、いっぱいコミュニケーションが取れる。前髪の分け目変わった、なんか前髪の、流し方変わってて、え、そうだよ気づきました。ちょっとねこうみたいな感じだったんですけど最近滑らかにしましたなんか前髪がちょっと長いのね最近は、だからちょっとね滑らかリーナです。最近はねなんかハマってるこれに、なんかやりやすいし。リーナは10時に登録したので全部見れてるはず。おお早いね。音声でうるさいよを聞きたいそれさリーナのうるさいよ知らない人からしたらさびっくりするくない？やばい返信うるさかったかな、返信もうやめようみたいな言ったらかわいそうじゃんあそうだあれリーナさちょっと生誕くじ考えないといけないんだよね。何がいいかなみんなからの案を取る。何がいいと思いますか？え、リーナ語録とかあるかな？え、あります？14歳の、え、リーナ今14歳？あ、15歳だ。間違えた。15歳のリーナ語録ってある？リーナさ、最近さ、結構なんか、頭いいからさ、あんま語録がないんだよね。変なこと言ってないじゃん、リーナって。最近変なこと言ってないからさ、なんかリーナ語録ないなって思って。あります？前に SK でコールを送る企画があってその時は車の中でボイス撮ってた。コールを送る？みんなが？え、めっちゃ面白いじゃん。え、サイバーファイヤーってサイヤーありがとう。こちらこそ裏面たっぷり書かせていただきます。遊園地じゃないけど長島、でも長島さ三重じゃんね一応一応三重なんですよ。え、あれみたいな感じだよね。なんか愛知県民って割とさ、あ、長島いいじゃんみたいに言うけどさ、あれさ長島三重のないよ。ディズニーもなんか似てない？千葉だけど東京みたいなシートレインランド、あ、合ってた。そうそうそう、ハートありがとう。文字数少なめ。そうなんだ、継続期間で文字数が増える。じゃあみんなたくさん継続してたくさん送ってくださいお風呂キャンセル界隈、なんでその界隈知ってんのなんでその界隈知ってるんですか？え、いるよたまにさ、お風呂キャンセル界隈いるよね。でも違う、あのね、お風呂入りたくないって思って寝たわけじゃないんよ。なんか普通に気づいたら寝てて、リビングでね、気づいたら寝ちゃっててのやつです。ちゃんと朝入りましたお風呂。ちなみにキャンセル界隈じゃないですよ、たまたまキャンセルしちゃった感じです。歯を磨いてない、いや歯はね磨いてたんですよ。歯はクリアしてました。ただお風呂とコンタクトを外すっていう作業を、あ、メイクを落として作業も忘れたっていうね、もう最悪なパターンですね目がカピカピになるやつ。え、でもね意外と大丈夫だったんだよね。まあ救いですね。ハートありがとう。コンタクトつけたのを寝るの大失態すぎる。え、そうだよね本当に。もう自分を殴りたくなりましたバブル変身はメンバーの最後送信から3回までできて、購読49日までは1回30文字まで。30文字ってことは杉本リーナ大好きだよ丸うーん、あ、お、ん、お、ん、に、い、は、ん、に、な、た、よ、びっくりマーク、これだけでもう26文字もいっちゃいますね。でも意外と送れるんじゃない？30文字あれば送れるでしょ。りーちゃんコンタクトやったんやね、わいと同じ運命。あのカラコンの方ですよ
カラコンがね昇格してできるようになったので。目はいいんですよ私。でも目が悪くなるとこだった本当に。バブルこちらからは1対1みたいに見えてるけど、メンバーからは、え、でもそんな感じだよ1対1。今度の握手会で代わりにリナのこと説教する。最悪。リナは自分の心の中で自分にめっちゃ説教しました。なんで昨日の夜忘れたんだって自分に説教しましたね。ハートありがとうリナの AI ができたのだって。違いますよ、リナの AI はできてませんよ。リナの RINA はできました。開始10分から素敵な音声来た。素敵でした良かったです昔メールできた AI リーナ可愛かったから AI リーナの返信量多いな。え？ AI リーナ？ってなんだ？そんなの送ったっけ？え、一通だけ送ったことあるかも。なんか AI にボブにさせるみたいなのが流行ってて確か。でなんかリーナも流行ってたからやってみたよみたいな。やつじゃなかったっけ、 AI に勝手にボブにさせたよみたいなやつだったっけな。でも AI リーナの返信だったらもう多分ね別人です。もう毎日おはようメールとかでみんなのこと大好きだよって送ってると思いますもうプリチーリーナからのメールが来ますねきっと。755ってアプリはファンが書いた文章に直接返信できる。それ SK がやってたんですか。みんな最初だから30文字らしい。サインの本体は裏面よねそうなの、サービスですよあれ、サービスです、サービス。自己紹介のボイスは、あ、送ってないですねでもリーナさ、え、リーナボイスのさ、ボイスのリーナボイスとさ今ん本当のリーナボイスってちょっと違くない？え、いつも思うんだよね、なんかさ録音した声とさ自分の声なんかちょっと違うなって思うんだけどさ、それリーナだけ？え、自分が聞こえてるのと違うだけかな。最初のボイス10時11でした。あ、11らしいです。ポッキー登録に時間かかったまあ難しいよね最初はねショールームでもうるさいがよみがえる、よみがえっちゃうよ。アクキー、あ、アクキー欲しいか。あ、いいね、なんか持ち運べるよう的な。ちょっとね本当にもう頭が凍ってますそういればえ、そういればがいいみんなファン、そういればがいいですかみんなあのなんかあれはちょっとね頭が回ってなかったです。本日の5、6リーナ頭いいから。いや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 、それは本当ですそれは本当ですよ。購読日数が49日まで30文字、50日50文字。あ、じゃあ1日で50文字に変わるんだ。え、77日77文字100日100文字。なんかいいね。じゃあもう最終的にみんな1000文字とか送れるようになってるんじゃないですか三重県桑名、僕の地元です。めっちゃいいじゃん、いつでも長スパ行けるじゃないですか。いいな。エリナさ、最近あれ行ったよ、プール行きました、長島スパーランドの。もうめっちゃ良かったけどね、ちょっとね天気が悪くて天気が悪かったんですよね、すごく。キョッピーとサックがキャンセル界隈。え？サックキャンセル界隈なの？え？本当に？それアンズじゃなくて？キョッピーがキャンセル界隈なのはわかるけど、サックってキャンセル界隈なの？え？アンズじゃないか？フロキャン。フロキャン。フロキャン界隈はさ、キョッピーとアンズじゃない？
サックってちゃんと入らん？フロキャン界隈、フロキャン界隈らしいよ。リナは違います。リナはフロキャンキャン界隈ですかね。お風呂入ってほしいかも。リーナは春休みとか夏休みになると顔が丸っぽくなる。違いますよ。え、でもリーナね、あれらしいですよ、ショールームで見ると顔が丸く見えるけど実際そうじゃないよって言われました。ショールームはこうです。お風呂の後ちゃんと髪乾かして、え、乾かしてますよちゃんと。証拠に最近のメールを見てもらえれば分かるんですけど、やっぱりドライヤーのね機能をしっかり使ってますから。私サラモード、ツヤモード使ってます最近ちゃんと。当日のお風呂キャンセルなのでキャンセル料払ってください。最悪、キャンセル料はないですよ。いつも寝落ちするので朝にシャワー浴びてる。キャンセルしてんじゃん夜。キャンセルしてるじゃないですか。顔文字とか入れたらすぐ文字数いくからそっけないかもだけど、愛はいっぱいだからね。ありがとう。じゃあ継続してたくさん絵文字送ってください。行ってきます、お帰りなさいにやり取りができるのね。そうですよ。ハートありがとう。リーナはすぐ返信がある方がいいですか。そうだね、すぐの方が嬉しいですね。旦那が旦那呼び否定されて落ち込んでたよ。会いに来たら旦那って呼んであげる。音波ありがとう、マイクありがとう。なかなか既読つかないと不安になる。え？なるかも、なるかもしれない。え、 LINE とかでってこと？なるかも、わかんない。割とみんな既読早いもん。でもなんか既読つかないと不安にはなって、わかんない、何の感情もないんだけど。めっちゃ見返しちゃう。え、送ったよね、あ、そう送ったよねってめっちゃ見返しちゃう。エアリーナ、まあまあでいいな。え、いいじゃないか、たまにたまに甘々ですよ私も。みんな声は違う、違うらしい。え、みんながエリーナがボイスで送った声と今の声は一緒ですか？ハートありがとう。自声と録音の声違う。え、そうだよね、やっぱみんなそうなんだ。え、755は大川さんが他の人がやらなくなっても最後までやってた。え、なんかそういう、え、そういう感じなんだ。やめれる的なやつですか？自分の声は頭蓋骨内で響くから違うように聞こえるらしい。あとなんかね、空気も関係してるって聞いたことある。なんか自分が話すやん、話してみんなに伝わるまで空気があって、なんかそこでどんどんなんか変わってくよみたいな聞いたことある。リーナうちはいつ使うかな、いつですかね、会った時。人の声は耳を通して聞こえるけど自分の声は直接聞くから少し変わる。え、そうだよね、やっぱり。じゃあリーナが送ったボイスと今の声一緒ってことか。骨伝導、あ、そう、それを聞いたことある。プールって夏を満喫しておる。あ、本当？でも毎回行くわけじゃない、去年行かなかった。でもリーナはね、海に行きたいんだよね。長野の里行った、ホタル見に行ってきた。え、今もホタルいるんですか？ホタルってどういう季節にいるんですか？11期は全員フロキャンとギョッピーがいてた。違うよ、一緒にしないでほしい。一緒にしないでほしい、違いますよ。京子とアンズだけだよ、本当に違いますよ。
え、ゆうねちゃんとかちゃんと入ってない？くるみも。さくらはちょっとよくわかんないけど。入ってそう。偏見ね。今日の髪型も可愛いね。頑張りました。お風呂に行くまでが手間だよね。いや、髪を乾かすのが手間です。一番の手間は髪を乾かす術です。あと 10% 聞きすぎる。あと 10% です私。やっていけない、こんなんじゃ。どこだ？あった。あ、そうそう。でも今はね、あれだから、今はリナはドライヤーで新しい機能を見つけたから、なんか嫌だなっていうのがないかも。今はお風呂別に嫌だなって今は思わない。まあすぐ慣れてくだろうけど。ドライヤー爆発って保証で新品に交換してもらえた。え、そうだよ、なんか爆発したから。え、新品、うん、新しいけど同じ機種の新しいのに変えてもらった。みんな配信終わるまでお風呂に入りません。あ、でもちゃんと入るんだ、偉いですね。最前で見た横顔はシュッとしてたのに真正面で見たら、え、最前で見たシュッとしてたじゃないですか。シュッとしてるじゃないですか。恋のどういうこと？恋の駆け引き的にあえてそくりっぱはしません。なんかあるよね、なんかさ、なんか早く返信しないみたいな。でもリナさ、めっちゃさ返信早いのね。 LINE とかの返信がめっちゃ早くて、たまに迷う。なんか早すぎるからさ、もうすぐ気づいちゃってさ返信しちゃうの。なんか通知が溜まるのが嫌で、ダンスとかさ覚えてるとき携帯横にして覚えてるんだけどさ、覚えてる最中も通知来たらすぐ返信しちゃうのね。一回終わってでまたやり直してたんだけど、なんかたまになんか1分ぐらい時間置いたりするときはある。なんか早すぎてなんか思われそうって思って。ハート音符ありがとう。ジェイキーの LINE グループ覗いてみたい。何話してるかな。なんか11期全員いないの寂しいみたいな会話してますよく。ハートありがとう。あ、そうそうそう、マイクありがとう。ボイスと配信の声一緒に聞こえる。そうなんだ、知らなかったわ。でもリーナのね、リーナ自分が聞こえてる声はもっと低いかも。リーナが自分で聞いてる声はもっと低くて、なんだろう、ちょっとハスキー。ハートありがとう。ちくぼさん今でもやってる、昨日も返信タイムっていうのやってた。すごっ、そうなんだ、全然知らなかったわ。あ、骨伝導っていうのね、これ骨じゃないんだ、そこは。音は空気の振動だからね。あ、習ったことある、それ。自分の匂いも本人は気づかないっていう。そうだね、香水とかかけない限り気づかないよね。こんにちは。アンズ連れてってプール、なぜ。みんなで行ったら楽しそう。ホタルは夏じゃない。中学の国語の教科書で枕草子の夏は夜のとこにホタルの写真あった気がする。よく覚えてんね。知らないんだけど、てかそんな見てないかも。すご、知らないんだけど、夏は夜、春は明け物、ヨーヨー白くなりゆく山際、少し明かりて紫立ちたる雲の細くただべきたる。夏知らん、リーナ。リーナ春しか知らん。春は明け物しか知らん。クレミンとユネちゃんはお風呂入っててほしい。
入っててほしいですね。でも一回朝入ったことある。サックお風呂ダメだけど岩盤浴とサウナ大好き。そうなんだ、サックってお風呂ダメなんだ、知らなかった。めっちゃ入りたい人だと思ってた。サウナちょっと暑いよ。サックサウナ好きなの。意外すぎなんだけど。サウナは暑いよ。岩盤浴、岩盤浴、リーナ岩盤浴。サウナはね、リーナ息苦しくなっちゃう。なんかもう30秒ぐらいで退場しちゃう、即退場。でも匂い好き、サウナの木の匂い。お風呂上がってからが女の子は大変なんだよね。そうなんですよね、本当に。ドライヤーがもうやばい。スマホの充電 5% から本領発揮。本当にね、あと 7% でさ、15分耐えれるかな。音符ありがとう。乾かすのがめんどいならボブリーナもあり。ボブ熱いっしょ。でママにさ言ってみたのね、ママに。なんか髪型切るならどれくらい切ったらいいかなっていうさ相談をしたのね。そしたらなんかさ、なんて言ってたっけな、めっちゃ迷ってて、でなんかリーナがボブとかみたいな、あ、なんかショートがなんたらかんたらしてたけど忘れちゃった。なんかボブがなんたらかんたらみたいな話をしてて、そしたらなんかボブだとまん丸になっちゃうよって言われた。ダメらしい。スポーツ狩りに髪型してほしい。スポーツ狩りって何？ハート音符ありがとう。ドライヤーの新しい機能、大切り？ん？え、何が？え、ドライヤーの新しい機能。何、変なこと言ったりな。何、ゆるちゃんゆっくり湯船に使ってるイメージ。え、すぐ出そうじゃない。確かにちょっとわかるかも。リーナ一人でお風呂入ってるよ。ドライヤーの新しい機能が気になって仕方ない。え、そう、え、なんかサラサラモード、ツヤモード、髪ボリュームモードっていうね、3つある。リファです。ドライヤー爆発して博士が研究失敗したみたいな髪型になったの。違うよ、違うよ、違う、爆発した。でもなんか違う、リーナのターンで爆発して、もうなんか炎ブワーってなったんだけど、なんか無事だった。どこも損傷してないリーナ、大丈夫でした。仕事お疲れ様です。あの画面だと LINE 既読スルーしてるみたいで申し訳なくて返信しちゃう。確かに、あー見るとね。あ、待って、めっちゃコメントどっか行っちゃった。あったショールーム、ん、どっか行っちゃった。あった。顎シュッとする格好ある。そうなの、でも顎じゃなくない、ほっぺ。早すぎる返信いいと思う。あ、いいですか。でも仕事も早いから、あの仕事の返信も早いから、そこ割とねいいんじゃないですか。僕は髪型フェチ。あ、そう、髪型、何の髪型が好きですか。仕事は即リプ、恋愛はゆっくりだよ。そうなんだ。まあ、仕事は大事よね。結婚仕掛ける10、ソシです。オンリーワン、こんにちは。メールの返信は朝のルーティーンにしてます。あー、でも朝やる人多いかも。そう、メールの返信もね、なんか次の日に届くんよ、みんなのメールの返信だからね、すぐ知れないんだよね。リナよく質問するじゃん、質問すぐ知れないんですよ。
自分で見る顔の丸さと他人が見る顔の丸さは違う。あ、でもリーナなんかさ、よくさ、なんか細いねって言われるんだけど、そんな細く見えないんだよね。そういうこと？アンパありがとう。寝落ちして朝風呂入るなら、朝お風呂入るなら全然 OK だよね。うん、 OK。 やばい、あと 5% しかないリーナ。最悪なんだけど。岩盤浴は岩盤浴にいる私可愛いってイメージ。最悪なんだけど。そんなこと思われてたのリーナ。もしかしてリーナ、もしかしてさ、岩盤浴入った時さ、入るの見た人がさ、あの人は可愛いって思ってんだろうなって思われてたのかな。嫌なんだけど。岩盤浴入ってるの全然可愛くないでしょ。だってめっちゃ汗ダラダラだよ本当に。温泉宿なんか行くと一日何回も温泉入っちゃう。朝も入るし、晩飯前も晩飯後も。すごっ。すごっ、そんなに入る。もう十分綺麗だと思うけど。夏は夜、月の頃はさらなり、闇もなお蛍の多く飛び違いたる。じゃあ絶対蛍だね夏。知らなかった。そうなんだ。じゃあ虫がセミがミーミー鳴いてる時にトタルは飛んでるんだ。知らなかったわ。でも今年の夏なんかさ、虫少ないように感じるんだけどさ、秋にドバッと来たりする。最悪なんだけど。でもあれかな、なんか全部の虫がさ暑すぎてさ、もう巣に帰ってるのかな、もしかして。愛知めっちゃ暑いらしいよ、そういえば。まあ、あと 5% でする話じゃないけど。あと、愛知って暑いらしい。なんか今日見たのは、今日お昼前に見たのは、愛知体感温度が33度で沖縄の体感温度が32度だったっていうのを今日見た。体感だからさ、やっぱり愛知ね、天気見るとき体感温度めっちゃ高くて、多分ジメジメしてるから、ね、雪厚く感じるんだろうね。風が全然なくてさ、蒸し暑いからさ、やばくない？体感温度だけでもさ沖縄越してるのやばくない？やばいよね、めっちゃびっくりしちゃった。じゃあ沖縄と変わらんやんって思って、だからみんな愛知暑いって言うんだってめっちゃ思った。おっぱいありがとう。定期的にサウナ行きたくなる。みんなサウナ好きなんだね。カイニアさんは入浴することをラスボスを倒すと言ってる。それぐらいの息で入ってますけどね本当に。ハートありがとう。メンバーだと誰くらいの長さなんだろう。わかんない。まん丸希望。ハートありがとう。ストレートすぎね、お母さん。どうせありがとう。髪ボリューム欲しい。本当？なら、あ、髪ない人はちょっとボリューム求められても困りますけど、あの髪ボリューム欲しいならぜひリファのねボリューム機能使ってもらって、あの宣伝じゃないですよ。PR じゃないんですけど。ゆねちゃんはお風呂でお菓子食べてるイメージ。どんなイメージ？ずっとお菓子食べてる。いや、ゆねちゃんはね、ダンスの練習してる時だけですよ、お菓子食べてんの。だからダンスの練習してる時にずっとお菓子食べてます。休憩の時。いつの間に炎を出す構成を覚えて。そうですよ、私ね、炎を出す構成をねもう習得しちゃったんで、いつでもドライヤーから炎を出せます。ショート推しなんだからショートにしないと。あ、確かにショート、確かにね。そば食べながらねショートにしないとね。会社のビンゴ大会で髪の毛ない人がリファのドライヤー出てた。 笑えない。ちょっとそれはかっこ苦笑いって感じですね。
え、それめっちゃさ現場の雰囲気気になるんだけど、いやその現場読んでよマジで、行きたかったえ、それどうすんの、いる、え買いない人がリファのドライヤー当ててどうすんの、それどうしたんだろうね、その後が気になるかも、使ってるかな、ハタありがとう、あーまたコメントどっか行った、あ戻った戻った、バブル使える時間決まってるよ、 SK メールと一緒です、ガリーナは22時まで、朝の5時から21時まで、ん ?22 時まで送れる、ポストしない方がいい、え、どっちでもいいよバブルって長文書けないから短い返信はバブルがいいかもね、うん、まあ、長文、そんな長文送るような内容書いてないからリーナが長文送ることもないと思うけど、メールの返信って届くんだね、そうだよ、18時まで持たなそう、いやいやいや、あと5分で 5% 残ってる、 5% あスクショタイム取るのでリクエストください、アイドルはさすがいいドライヤー使ってますね、まあまあやっぱアイドルなんででその髪なかった上司か知らないけど、その人もアイドルってことですね、iPhone って充電 5% から結構頑張ってくれるねらしいね、なんか今 5% だけどずっと止まってる 5% で、劇場隣にめちゃくちゃでかい温泉ある、え？え？境に温泉あんの、えーすご、行ってみたい、バブルは一言返信に向いてそうだから簡単な質問はこっちがしそうね、確かに、なんかさ誰もさ登録してくれないと思ってたからさめっちゃドキドキしてたけど、みんな結構さ登録して返信までしてくれるから嬉しいです、言われてみれば温泉宿に泊まると5回ぐらい温泉入る、みんなそんな入んの、え、なんか気まずくなりそう、 あの人さっきも入ってたってスタッフの方がね、いやあの人今日5回目じゃね暑すぎて虫が出てこない、秋に出てくるかも、やだ秋結構好きだったのに、でも今年の夏だからね割と暮らしやすいんだよね、虫がいないから本当に嬉しいかも、でもねもう冬来てほしい、もう早くクリスマス来てほしいって感じですね、暑すぎて蚊いなくなった、蚊いなくなったけどさリーナ最近ダニにめっちゃ刺されるんだけど、なんでだと思います、本当にもうなんかダニマンなんですよリーナ、本当にやばい、ここも見て、ここダニね、やばくない、でもリーナバルサンみたいなのも炊いたしちゃんと洗ったし、しかもなんか洗濯の機能でなんかダニ除去みたいな機能があって、あそれも最近知った機能なんだけどでそれで洗濯回したんですよ、普通にやばくないそれ、めっちゃダニなんですよ、ダニーナ本当に最悪すぎなんだけど、カーペットじゃないよりニーナ似てるから、ん寝てる、んベッドで寝てるから、夕立ちあったけど仲良くない、ないね、夕立ちが来そうだ、やばい歌詞忘れた、もし雨が降ったら33度以上絶対ある気がする、まあ、でも昼前だったからね、まだ今のが暑いんじゃない、昆虫は変温動物、あそうなの、人間と一緒じゃん、先週愛知にいて名古屋39度東京34度で東京帰って涼しいと思ってしまった、そんな違うんだ、やっぱ5度でも違うんだね、てか暑、そんな暑かった先週末って、
ダンスしながらおかしい。違う、ダンスしながらじゃないよ、休憩中にね。さすがに歯綺麗だね、ありがとう。歯は矯正したのでね。でまだね完全に終わったわけじゃないんだけど、開く完結。え、そうだよ。でもリン最後の巻まだ見てないんだって。だからガチで勘弁してね。いやまあマジでさ、見たくないというか完結してほしくないから見たくない、最後の巻。え、アニメいつなんだろう。アニメまだ終わってないよね。ゆんちゃん、お菓子の嗅覚すごそう。誰かがお菓子食べてるとすっと近づいてもらってそう。え、いつももらってるよ。ゆねちゃんはお菓子食べてる人見つけた瞬間、多分センサーが働いてんだろうね。見つけた瞬間すぐお菓子ちょうだい、そのお菓子ちょうだい。え、てか何も言わないかも、なんかもうスッてちょうだいって感じ。センサーが働いてます。あ、奥さんにあげた。おー、よかったよかった、安心。髪なくても奥さん子供がいるかも。いたらしいですよ、みんながやっぱね、髪はなくても家庭があれば。今日の髪型かわいい、よかった、頑張りました。セブンイレブンならぬ5から11年、了解です。え、5から11ってなんかリーナ話したっけ。ん、5から11、なんだビッグハート。うん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 、オッケー。ドライヤーでサラサラポーズ、今ちょっとまとめてるけど、うんうんうん、サラサラっぽいっしょ。炎を出すポーズ、うん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 、強いから。登録しますがな、推しメンなんで、ありがとう。推しメン登録しないっていう選択肢あるの。ないよねないよね。あとありがとう、バブルポーズ。え、なんかバブル時代って言うよね。うん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 、これ札束ね。空想のバブル、なんでバブルなんだろうね。カーペット使ってないよね。あとありがとう、川津さんに弱いので最近は秋になったら大量、やだやだ大量発生やだ。なんでリーナそんなに虫に好かれてる。え、それリーナが一番聞きたい。横向き、うん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 、オッケー。ダニ寄せる殺虫のやつで対応、ダニ寄せるやつあんのかな。この前探してみたけどなかったんだよね。あれ、人間は高温動物。あ、そうなんだ。え、変温動物はどの温度にも対応するよみたいなやつだっけ。もう忘れちゃったわ、それね、リーナ習ったの中1とかなんだよね。最後よかったよ。バラさないでよ。もうすぐ買えばよかった、自分で買います。人間は高温動物ね、らしいよ。大型は蚊に刺されやすいって聞くけど虫にも好かれる。そうだよ、本当にやめてほしい。悲しいこと言わないで。泡のようにお金が消えたからバブル。本当に。え、お金あったからじゃないんだ。あの時代めっちゃお金あったくない。その札束は新札。もちろん札束とか好きですか。大好きですよ。5から11はバブルが使える時間。あ、そういうことね。そうそう、人間そんなに体温変化しないかな。うん、そうだね。ということであと1個ぐらいやっとく。
あと 4% ギリ耐えしのぎました。ほとんどに変わらず体温がほぼ一定なのが高温動物。おお。じゃあ変温動物アリーナが言ってたのと一緒ですね。ということで今日は配信終わりたいと思います。8月30までで私に会いに行ける券が販売されているのでぜひ会いに来てください。僕も残り 5% ギリギリですね。ギリギリな配信ありがとう。チューン。こちらこそ。怠け者は哺乳類だけどエネルギー使わないように変温動物。エネルギー使うんだ高温動物って。じゃあリーナたち頑張ってるね本当に。みんな充電ないじゃん。ということでありがとうございました。あ、なんかあるっけ。あ、バブルね、ぜひ登録して待っててください。9月8日の3部完売してたよな。あ、本当。え、トーク会、え、トーク会、え、握手会か。やっぱさ、そうだよね、みんなさ1部と2部全然来ないんだよ。みんなさ朝だからさ起きてないんだよ。メンバーは朝早く起きて新幹線で移動して会ってるのにみんなに。体温時に維持にかなりエネルギー使ってるらしいね。じゃあまた会いに来てください。まっかりが遠くて、え、そういう人多いんだけどね。いいんですか。じゃ嫁に会わなくていいんですね。バブルボイス陽気です。おやすみボイスも送ります。待っててください。だから今のうちに皆さんぜひ登録しといてくださいね。今回は朝一から会いに行く。ありがとう、待ってます。ということであと 3% です。終わります。ありがとう。